皆さんこんにちは。とうとう始まりました世界カワウソの日特別企画、徳山動物園と常盤動物園のカワウソコラボガイド生配信の時間になりました。山口県でコツメカワウソを飼っている徳山動物園と常盤動物園がタッグを組んでお送りするこの企画、昨年はコラボガイドの動画配信だけでしたが、今年はなんと常盤動物園のカワウソ展示場前から YouTube の生配信でコラボガイドをお送りしています。視聴者の皆さん、問題なく視聴できていますか？実は今日の生配信に先立ち、19日から3日連続で常盤動物園と常盤動物園両園の Twitter で世界カワウソの日特別動画としてコラボガイドを配信しましたが、ご覧いただけましたか？反応がないですけど、ご覧いただいたということで、ありがとうございます。はい、またね、見ていないとおっしゃる方、そんな方はぜひ今日の生配信終了後にもぜひご覧ください。両園のカワウソ担当者がカワウソの魅力を熱く語る動画3本必見です。さて、本日はコラボガイド最終日として徳山動物園と常盤動物園の飼育員が生配信でコツメカワウソガイドを行います。そして今日はガイド終了後に事前に SNS で受け付けた皆様の質問にもお答えすることになっています。さらに、せっかくの YouTube 生配信ですので、今から始まるガイド中にも質問を受け付けます。YouTube を視聴している方でカワウソに関する質問がある方はガイド中にコメント欄に記入をお願いします。全ての質問にお答えすることはできませんが、カワウソ全般に関する質問や各園それぞれのカワウソに関する質問など聞いてみたいことがあれば、ぜひコメントしてみてください。皆さんの質問には可能な限りお答えしようと思います。それでは早速カワウソコラボガイド最終日始めたいと思います。本日のガイドは徳山動物園の柴田と常盤動物園の株元がお送りします。さあ、株元さん、今日は何をお話ししましょうか？ツイッターでは散々ヒゲの話をしていましたからね。コラボガイドの最終日ですから、ビシッと締めたいですね。では最初に世界カワウソの日について紹介しましょう。そうですね、今年の世界カワウソの日は来週の水曜日5月25日です。カワウソが置かれている状況や生息地の現状など野生のカワウソのことを知ってもらう日です。なかなか日本にいるとカワウソの生息地の状況を知ることが難しいですからね。世界カワウソの日には世界中のカワウソに関する施設や団体がカワウソに関するイベントを行っています。世界中で行われている数あるイベントの一つがこの徳山動物園と常盤動物園のコラボガイドです。しかもこのガイドは YouTube での生配信、世界中に発信しているわけです。世界の皆さん、こんにちは。日本語ですけどね。と我々の思いは視聴者の皆様に伝わると思います。ではこの熱量のまま今後カワウソの現状についてのお話に参りましょう。了解です。世界には13種類のカワウソがいるのですが、そのほとんど12種類のカワウソの生息数が減少していると言われています。ほぼ全種ですよね。このコツメカワウソも減少しているカワウソの一種ですよね。さらにコツメカワウソは絶滅危惧種でもあります。野生での減少の理由はいくつかあります。生息地が減ったり、環境破壊や汚染によって食べ物がなくなってしまったり、交通事故で死んでしまったり、アジアのカワウソは毛皮目的で捕獲されたり、ペット目的で捕獲され違法取引されたり、特に東南アジアやインドに生息するコツメカワウソは生息環境の悪化、毛皮やペットのための捕獲が問題になっています。生息地の減少はプランテーションによる森林伐採や道路や川を整備することでカワウソが住みやすい環境がなくなっていると言われていますよね。そうなんです。
水辺に住むカワウソはマングローブが茂る湿地林やあと泥場を住処にしているのですが、道路や護岸の整備によってどんどん住みやすい環境が減少しているんです。開発によって工場が増加することや農地が拡大されることにより工場排水や農薬によって水質汚染で川が汚れてカワウソの餌が少なくなったりカワウソ自体も住めなくなったりもあるようです。日本でも昔そんなことがありましたよね。日本カワウソです。2012年に環境省が絶滅種に指定しました。この日本カワウソ最後まで生息していたのは四国なのですが、四国の日本カワウソが減少した理由の中に護岸整備や川の水質汚染も挙げられています。同じ悲劇を繰り返すわけにはいかないですよね。生息地である東南アジアやインドの問題ですから、なかなか日本にいながら私たちにできることって難しいですよね。確かに直接カワウソの保全に貢献することは難しいですけど、間接的にはなりますができることもあります。例えば何ですかね。はい、生息地の減少の一つの理由となっているプランテーション、大規模な農園ですけれども、栽培されているのは東南アジアでは油ヤシ、インドではコーヒーや紅茶なんです。油ヤシとはパーム油とも呼ばれている植物性の油なんですが、植物油や洗剤などの生活必需品の多くに使用されています。原材料名には植物油脂って書かれているやつですか。いろんな食品や洗剤に使われていますよね。保全のために生産をしないというのもなかなか難しいものがありそうですよね。その通り、私たちの生活に欠かせないものなのでなくすわけにもいきません。かといってこのまま放っておくわけにもいかないですよね。問題は無計画にプランテーションを拡大したり農地を開拓することなので、まずはそこを防ぐことがカワウソの保全にもつながるんです。実はこのパーム油を環境に配慮しながら持続的に生産しようとする取り組みがあって、その取り組みで作られたパーム油を使用している製品には RPS PO マークがついています。これです。じゃあ、なんか見たことありますね。はい、その他エビの養殖池を作るためにカワウソの生息地が減っていることもあります。なんとエビの養殖池。そうです、マングローブの林に人工的に開拓されたエビの養殖池は生産性が高い一方、短い期間で取れる量が減ってしまうので5年程度で新たに開拓していかなければならないんです。じゃあマングローブ林がどんどんなくなっていきますね。そうなんです。インドネシアでは1980年からたった25年間で 31% のマングローブの林が消失したそうなんですが、そのほとんどがエビの養殖池になったんです。エビの養殖池、恐るべし。でも今はマングローブの林の再生を目指して使わなくなった養殖池に木を植える活動も広がっているんです。おお、素晴らしい取り組みです。それはさらに持続可能で環境に優しい方法で育てられたエビにはこんなマークがついています。じゃーん。なるほど、これらのマークがついている商品を使うことで間接的にカワウソの保全につながるんですね。そうです、使うものの選択肢の一つに環境に配慮しているっていうことを入れるのもありですね。勉強になります。もう一つの大きな問題として、アジアでは毛皮やペット目的の取引も問題になっていますよね。毛皮といえば事前に募集した質問にも毛についての質問がありましたよね。おお、ありましたね。濡れても濡れないカワウソの紐について教えてくださいと。これって実は毛皮の取引にも関連してくるんですよね。その通り、
せっかくなのでここで質問に答えてしまいましょう。濡れても濡れないカワウソの毛の秘密とは？カワウソの体毛は二重構造になっていて、外側は粗い差し毛、内側は細かい綿毛が詰まっています。カワウソが水に入ると外側の差し毛が水に濡れて、綿毛の方を上からベタッと覆うようになって、綿毛の中に水が入るのを防いでいるんです。この二層構造が毛の中に空気を閉じ込めることができるので、体の体温を下げない断熱にも役立っているんですよね。そして撥水効果と断熱効果を高めるためにはもう一つの秘密が。それは毛づくろいなんですね。毛皮が濡れてしまうと撥水効果や保温効果が低下するので、カワウソの仲間は頻繁に毛づくろいをしていますね。体毛が撥水や断熱に役立っているので、カワウソの仲間は一気に毛が変わる季節、いわゆる換毛期はないと言われていますよね。おお、それも事前質問にありましたね。保温性の高い毛皮なので乱獲につながったんですよね。第二次世界大戦頃まではアメリカにカワウソの毛皮のマーケットがあったようですね。結構昔ですね。日本ではカワウソイコール毛皮というイメージはないですけど。日本ではカワウソの毛皮は明治時代がメインのようですから。でもアジアで見ると2000年代に入ってもインドやネパールで違法な取引が摘発されていますし、チベット周辺で儀式用の衣装に使われたりしているようです。明治の頃までの乱獲が2012年の日本カワウソの絶滅宣言につながっちゃうんですね。今はまだいるから大丈夫は危険ですね。今の日本では毛皮よりペットのための乱獲や違法取引の方が身近かもしれませんね。そうですね。徳山動物園の展示場でもかわいい、飼いたいっていう声が聞こえてきますね。かわいい、ペットにしたい、まあダメですよ。そもそもカワウソは野生動物ですし、日本でのペット需要が高まったことで密猟や密輸が増えて、野生のコツメカワウソが減少したとも言われています。コツメカワウソは2019年にワシントン条約による規制が引き上げられましたよね。そうですね。ワシントン条約、絶滅の恐れのある野生の動物や植物がむやみやたらに国際取引されることがないように輸出や輸入を規制している決まりですね。その通り。海外では条約の頭文字を取ってサイですというのが一般的なようです、ね、規制のかかる動植物種が規定されているのですが、コツメカワウソは手続きをすれば商業目的で輸出入できる付属書2から、原則輸出入が禁止の付属書1に引き上げられました。日本に関して言えばカワウソ人気が高まったことでペットにしたいっていう人が増えて、野生のカワウソを捕獲して日本に輸出するという流れもあったようですし、コツメカワウソの密輸で摘発っていう事件もありましたよね。ありました。動物を可愛いと思うことは大切なことなんですけど、それが生息数の減少を進める要因になってしまうこともあるってことです。なかなか一般の人がワシントン条約や野生動物の現状に触れる機会が少ないので気づきにくい部分ですよね。なので動物園や飼育員がこんな風に発信していくことで、見ている聞いている皆さんに少しでも伝われば嬉しいですよね。そうですよね。日本の皆さん、見ていますか？今日のガイドでコツメカワウソを含むカワウソのほとんどの生息数が減少している事実を知ってもらえたということは重要です。さらに生息地から遠く離れた日本でもカワウソのためにできることもありますしね。そうです。先ほど紹介した持続的な生産に取り組んでいる
認証を受けた食べ物や洗剤などを意識的に使用するとかね。現地に行けなくても現地の保全に力を入れている団体や団体もいくつかあるので、そんな団体に寄付することで金銭的にサポートするっていうのもありですよね。ですね。さらにアクティブな人なら現地に行って直接保全活動に参加するとか。それは熱い人だ。日本にいてもカワウソの保全のためにいろいろできそうですね。もちろん私たちコツメカワウソを飼育する動物園もカワウソに関する情報は発信していきますよ。動物園でも保全に関するパネルやガイドなどいろいろな形で来園者の皆様に情報を提供していますので、ぜひ動物園にお越しになって直接コツメカワウソを見ながら保全についても考えていただければ嬉しいです。視聴者の皆さん、ご来園お待ちしております。徳山動物園と常盤動物園がタッグを組んでお送りするコラボ企画前半戦の合同ガイドはここまで。5月19日から続いた合同ガイドで皆さんがカワウソに興味を持っていただければとても嬉しいです。さあ続いては生放送後半戦。 SNS や生放送中にいただいた質問に徳山動物園と常盤動物園の飼育員がざっくばらんにじゃんじゃんお答えしていきます。フライングでガイド中にお答えした質問もありますが、他にもまだまだ質問はいただいています。はい、ではまず1つ目の質問はじゃん。動物園のカワウソは一日をどのように過ごしていますかというご質問です。どうでしょう。はい、常盤動物園のカワウソはですね、食べる、遊ぶ、お昼寝する、ボンネットモンキーの餌を奪うで過ごしています。おー、はい、では続いてですね、徳山動物園のカワウソはどうやって過ごしていますか。そうですね、大体同じような感じです。ちょこまかちょこまか。で、昨年の11月に新しい施設がオープンしたんですけど、そこに植物植えてたんですよね。それを、まあ、抜いたりむしったり、はい、バラバラにしたり、まあ、忙しそうに過ごしよってです。どちらのカワウソも一日せわしなく過ごしてますね。そうなんです。さあ続いてですね、こんな質問も来ています。はい、じゃん。ご飯の量はそれぞれのどれくらいですかっていう質問ですね。各園の餌の量や内容についての質問ですね。では先にじゃあ徳山動物園のカワウソのご飯、はい、教えてください。主にはですね、アジとかワカサギなどのお魚です。そして、まあ、鶏肉とかエビとかを、与えています。だいたい1日 400g ぐらい合計で、で、寒い時期は量を増やしてますけどね。あとは、カワウソって腎臓とか、まあ、尿管に結石っていうのができやすいみたいなので、それを防ぐキャットフードも少し与えています。そちらは。なるほどです。はい、ですね、常盤の方もですね、徳山さんと同じような内容にはなりますが、それぞれ体調管理をした上で餌の量は決めています。で、おおよそ1頭につき、アジやワカサギが 200g と、鶏のささみ肉ですね、ささみ肉を 200g と、先ほど結石のお話がありましたが、こちらのカワウソも予防のためにキャットフードを1日 10g、計 400g ぐらいの餌の量を1日5回に分けて与えています。はい、忙しそうですね。食べるのも何回もあるから。そうですね、楽しいですよね。はい、はい、さあ続いての質問です。じゃん。飼育しているカワウソの健康管理の方法を教えてくださいということで、常盤動物園さんはどんな健康管理方法をされてますか。そうですね、常盤のカワウソの健康管理の方法としましては、まず定期的な体重測定ですね。体重測定を行いまして、そこから餌の量の管理をします。どれだけの餌をあげようかなとか。で、もちろんですね、餌だけではなく日頃の飼育管理の中で動物の動きに異常がないかなとか、毛並みはどうかなといったことも観察するようにして健康管理を行っています。常盤動物園はどうでしょうか。そうですね、同じように体重を測ったりもしています。で、また、やはりおしっこやうんちの状態を見たり動きを見たりということは同じように
していますね。やはり観察するっていうのは基本ですが大事ですもんね。はい、さあどんどん行きましょう。徳山動物園と常盤動物園それぞれの一目でわかる個体識別の方法はという質問をいただいているのですが、徳山動物園の琴やササメを区別するポイントっていうのは何でしょうか。はい、徳山動物園では、琴やササメ今新しい展示場にいます。で、琴はこちらの常盤動物園生まれですよね。はい、小顔で目が割と小さめなんですけどとても美人さんです。はあ、で、それに対してささめくんは目がパッチリしていて体がちょっと大きく顔もなんかずんぐり大きい感じで、なのでそういう目の大きさとか、あと唇がささめくんの方がピンクになります。はい、そんな感じです。なるほどです。常盤動物園さんはどうでしょう。はい、今展示場に出ているのがショーとボンという個体なんですが、そうですね、一目と言われるとちょっと難しいのですが、ボン君の方がですね、先ほどあのピンク色、唇がピンク色っていう話がありましたが、ピンク色の部分が少し広いです。なのでなんだかちょっと舌が出ているようなほやっとしたお顔をしています。またボン君少し年を取っているので動きがポテポテした動きをしています。一方翔君ですね、キリッとした顔をしており、一番ご飯の時間にですね、がめつい行動をしています。なので一目でっていうよりちょっとよく見て行動を見ていただくと見分けがつくかなと思います。そうですね、よく見ないとわからないですよね。そうですよね。はい、では次のご質問です。琴とササメはすぐ仲良くなったみたいですが、カワウソ同士の相性はありますか。相性について常盤動物園さんではどうですか。はい、そもそもカワウソ同士の相性っていうのがありますよね。ありますあります。ありますよね。で、常盤動物園の、ボンとリン、今リンは、繁殖制限のためちょっとバックヤードでいるのでご覧いただけないのですが、ボンとリンの相性はすごく良かったです。過去に2回ですね、繁殖も経験しています。で、現在今一緒に暮らしているボンとショウもですね、とても相性がいいみたいで、いつも一緒にお昼寝をしたりしています。ですが、ご飯の時間になるとですね、先ほど言った通り、翔くんが少しがめつい動きをするので、そのあたりはちょっとボン君嫌みたいです。そういった感じの関係性ですね。そう、常盤動物園はどうですか？そうですね、相性があまり良くない子同士もいるんで、その子たちは分けて飼育しています。で、新しくこの前、ササメが来た時なんかは、最初は全然別の部屋で姿も見えないような場所から、気配と鳴き声で、でその次に見えるところに、で今度は柵越しにタッチができるようにっていう風に段階を踏んできて、それから一緒にして、喧嘩もなく無事に一緒にできてよかったねっていう状態になりました。私たち人間もそうですけど、カワウソも距離感っていうのは大事ですからね。そうです、お見合い大事です。大事ですね。さあ、YouTube に届いている質問も見てみましょうか。YouTube からのご質問で、こちら常盤動物園の展示ですね。お猿さんと一緒の展示なのですが、大丈夫ですかっていうことですね。こちらなかなかちょっと珍しい展示方法だと思うのですが、一緒に同居しているのがボンネットモンキーという猿になります。こちらの猿ですね、インド南部に生息している猿で、一応生息地がかぶっていることから一緒に展示しています。で、喧嘩はすることはありません。たまにですね、猿がちょっかいかけたりっていうのはあるんですが、取っ組み合いをするような大きな喧嘩っていうのは今のところ見たことがないです。平和なんですね。意外と平和な感じで生活しています。はい、他にはフィーダー作りのコツや工夫についてという質問をいただいてますね。常盤動物園さんの方のフィーダーのコツや工夫っていうのはありますか？そうですね、時間をかけてご飯を食べてほしいということですので、そうですね、これぐらいの石が展示場にあるんですけど、その中にご飯を投げて隠してっていうような、
それをカワウソが手でまさぐってどこじゃどこじゃと探して、それを捕まえて食べるっていうようなことができるようにはしています。まあ、あとコツといったらまず安全であることですかね。怪我があったらもうそれはどんだけカワウソのためを思ってやったこととしても、怪我があったり、ね、間違って飲み込んだりっていうような事故があってはもうどうしようもないですからね。そうですね、あの安全なもので作るっていうのは一番大事なところです。でまたですね、あの先ほどもありました通り、暇を潰すっていうためのフィーダーですから、餌にかける時間を費やせるようにっていう工夫が大事ですよね。はい、すぐに取れては意味がない、はい、そういったところですね。はい、さあ続いての質問なのですが、T シャツの絵はカワウソですかという質問をいただいております。こちらですね、カワウソのイラストです。カワウソに見えますか？何に見えたんでしょうか？カワウソです。小さくワールドオッターで書いてありますね。そうですね、はい、本日の世界カワウソの日にさっきだってワールドオッターで書いております。カワウソです。はい、さあ続いての質問も結構YouTube 質問いただいておりますね。ありがたいです。じゃーん、来ました。カワウソはどうやって寝るのですかということです。どうやって寝る、どうやって寝る、どう答えたらいいでしょうね。そうですね、お昼寝してる姿を見ますと、はい、まあ、普通に寝てますよね。そうですね、里山の姿勢、寝る姿勢ですよね。はい、まあ、横になって丸くなってっていう感じですかね。そうですね、あのなんか猫が寝てるような丸まった姿勢の時もあります。 U 字型とか O 字型みたいな感じですよね。はい、結構あの野生を忘れた姿で寝てる時もありますね。そうです、ヘソ天の時とか、はいはい、結構柔軟ですよね。はい、2頭で重なるようにして寝たりっていうのもありますよね。寝る場所は割となんかこうハンモックみたいなところで寝てみたり、ちょっと穴ぐらで寝てみたり、いろいろですよね。そうですね、時はでは、ちょっと見えにくいかもしれないんですが、上の方にですね、それぞれあのベッドをこしらえておりまして、ボンネットモンキーから奪った草ですね。で、ベッドを作って、そちらであの同じような姿勢で、丸まったような姿勢で寝ていることが多いですね。はい。はい、さて、そろそろお時間が来たようです。生配信終了のお時間となりました。長い間最後までご覧いただきありがとうございました。本日のコラボガイド生配信、お楽しみいただけましたでしょうか。次回はぜひ徳山動物園や常盤動物園に直接お越しになってカワウソに会いに来てください。すべてのご質問にはお答えできませんでしたが、お答えできなかったご質問は後日 SNS で回答できればと思っています。お待ちしております。それでは